コメントでいただいて、お、見て見て見て、お、早速すぎ、5000円、いいですね。おお、すごいすごいすごい、すげえ、すごいことになりました。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがヒーヒーフーオーカーさんです。平岡、平岡さんか。いや、ラマーズホー、すいません、そうだ、ニックさんじゃないよ俺。ヒーヒーフーオーカーさんじゃないです。じゃないです。そうだ、平岡だからか、はい、そう、によヒーヒーフーによって、はい、ラマーズホーによって生まれたのが平岡さん、うん、そうそうですね。そうね、はい、そうだ、実際ね、こっちゃになってました、はい、いや、生まれてきてくれてありがとうございます。うわ、すごい、プロポーズえ、ドキッとしちゃう。一緒に脱婚しよう。何脱婚一緒に木の根っこを抜こう。なんで一緒に抜くぞ。どちらで。今日は今日で、すごい楽しみな回です、はい、これはね、僕はあんまり思ってなかったんですが、はい、コメントでいただいて、ああ確かにせっかくならやってみたいなって思った動画になります、はい、コメントでいただいた。そう、だから普段の作業とかってわけではないですね。なるほどね、はい、だからどっちかっていうと企画に近いかもしれないです。なるほど、はい、平岡さんが当ててもらえたらすごいなと思います、はい、いや、これで、はい、視聴者の方がくださったコメントで思ったこと、ね、まあ、ヒントで言うとね、まあ、ここっていうよりは特大ケージです、はい、まあそうなるか。あ、そうなんですよ、ケージが、ね、そこはなんとなく思ってました、ね。まあ、この部屋でだってわざわざやらないんで。なるほど、何やろうね。今の現状ちょっと見てもらいましょうか。ちなみに、どうなったか、はい、今、はい、今の特大ケージが、はい、現在このような感じで、はい、ちょっとね、はい、たくさんあった木たちを、はい、今ちょっと途中というか作業でね、なんか真ん中はね、はい、すっきりしましたね、はい、で、最後にそう、だから今動画で言うと、はい、特大ケージの関連の動画再生リストあるんで見てほしいんですけど、はい、これの、この撮影の前の動画が、はい、バナナを大掃除したんですけど、はい、そうでしたね。そうなってくると今餌がないんですよね。確かに、はい、全部取ったから、はい、それがヒントですね。いや、もう大ヒント中の大ヒント。あ、分かっちゃいました。はい、分かりますよ、はい、バナナを一から作ろう。いや、そんなわけないじゃないですか。なめんな、ビンにバナナ噛んだとかじゃないよ、もう瓶で普段の呼び方でバナナって瓶でって呼ぶな。バナナ裏で陰口言う時の呼び方で言っちゃいました。バナナの陰口って。いやいや、もうバナナは基本的にフィリピンに任してるんで、はい、まあ確かにね、はい、いっぱい作ってくださってますから。そう、フィリピンのパラワン大平田にね、お願いしてるんですけど、はい、あ、大平田がやってるの、はい、そんなことないよ、はい、まあちょっとラチ開かないか。いや、まあまあまあ、はい、難しかったです、すみません、はい、まあでも餌の部分っていうところで言うと、はい、すごい注目良かったです。あ、ありがとうございます、はい、今回の動画、はい、いろんな種類の餌を与えて24時間後に何に一番ヘラクレスが来ているか見よう。うわコンパクトはい、コンパクトな、ちょっとコンパクトすぎてねそうやな、はい、内容は分からんかったわ。内容は分からんかったっすか何も全部言うんや、はい、タイトルって。分かりました。まあだからもう言ったやん。はい、ね、この中に一つだけ嘘があります。24時間ではない。素晴らしい、はい、合ってた、はい、素晴らしいです。12時間後です。ああ、ハーフね。はい、ハーフです。ハーフです。はい、12時間後ぐらいに見ようかなと思って。なるほど。はいます。うわ、はい、いろんなものって。そう、だから今普段はバナナをあげてるんですよ、うん、バナナをまあ大体2日に1回 7.5 リ5キロ分はいはい入れてて、まあ大体多分50本ぐらいはい、入れて2日ぐらい、2日3日でなくなるんで、すごいね。それぐらい経ったらまた追加でバナナを50本ぐらい入れるみたいな感じでやってるんですけど、うん、今回はだからその餌も含めて、はい、いろんな餌を置いてみます。なるほどね、はい、でその中で何が一番集まるかっていうのと、はいはいはい、っていうのをまあちょっと、まあ、検証みたいなのをしたいなと、せっかくだし。確かに何が一番好きなのかちょっと知りたいところもあるしね、はい、そうですね。で、結果的にそれでバナナよりも食いつきが良くてコスパいいやつだったらそれに変えようかなと思うし、はい、確かにな、はい、うん、っていうのもあるんで、長持ちできるやつが、そうなんですよ、あったらね、はい、いいよね。バナナやっぱ日持ちが、うん、なかなか、はいはいはい、ほんと1週間ぐらいでもう完熟というか熟熟になっちゃう可能性もあるんで、うん、そうだよね。そう、うん、賢くなれちゃうというか。何それ、はい、熟2個だからって、はい、だから、むずっ、
はい、塾塾どうですか、これ魔石で教わったんですけど、いや、魔石まずいよ、魔石背負うなって嘘つくな、そんな教えてくれない、あ、すいません、まあその、まあいろんなので僕もあんまりゼリーやっぱ入れるから基本的には、まあそうよね、はい、なんでそう、あんまり詳しくは知らなかったんですけど、いろいろ調べてみたら、うん、ゼリーができる前とかって結構野菜とかを入れて、だからもう極端に言ったらキャベツとかのを与えたりとかの水分とかを多分食べるって感じなのかな、だったりまあ、さつまいも、はい、里芋とね、はい、一瞬ごちゃになっちゃった、ごちゃになっちゃったんですけど、さつまいもとか贅沢やね、そうなんですよね、そう、あとはまあ果物系のリンゴとか、あ、まあバナナとか、はいはいはい、そういうのがいろんなのがいいって書いてて、うん、意外と何でも食べるらしいです、まあやっぱり、はい、実際な、うん、その野生館でゼリーないしな、まあそうですね、だから樹液とかあるけど、うん、なんかね、うん、そうか、樹液があるのか、はい、ただ、うん、まあ樹液以外もさ、あの畑とかの近くだったら食べちゃう、そういうのを食べたりというかもあるらしくて、なるほど、そう、そういうのも知らなかったんですけど、だからまあいろんなの用意して行こうかなと思うんですよね、うん、ちょっと楽しいね、はい、気になるところですよね、だからスイカが良くないとか、水分いっぱいありそうだよね、キュウリが良くないとか、水分しかないみたいな、あ、栄養要素が少ないみたいな、なんかじゃあなそこ、これ結構なんかあれやね、はい、研究的な、まあそうですね、すごいやん、そんなことすんの、はい、これ、まあまあ今後はね、いろんな国と協力してやっていこうかなとは思うんですけど、グローバルじゃないかほぼ日本語やねどうなんですかね、だから水分が多い分、はい、たくさん食べても結局すぐこう排泄するから、うん、あ、そのまんま流れちゃうってことなのかな、ってことなんですかね、まあ、リンゴとかっていう風にも聞くんで、水分は多いけどな、うん、そうなんですよね、だからいまいちあんまりピントは来てないんですよ、だから、なんかもうこれ僕のなんとなくのやつ、はい、なんですけど、スイカとかだと単純に例えば飼育下でやってると不衛生になるスピードが速いというか、水分がそもそも多いし、ね、ちゃっとしちゃって、はい、糞尿もすごい出るってことで、マットとかがすごい劣化しやすいから、あんまり進められてない可能性もあんのかなみたいな、なるほど、あ、いい、はい、すごい考察、そう、今までのイメージはだからその脱水症状になるとか、うん、そういうのを書いてるのを見かけたことはあるんで、結局それが正しいかもしれないですけど、なるほど、そう、なんかまあそういうのもいろいろ調べて、とりあえず、うん、僕なりに何個か選んだんで、なるほど、ね、それを一旦紹介します、はい、はい、もう一個ずつ出していこうかな、お願いします、はい、一つ目こちらです、はいはいはい、もうおなじみバナナ、バナナです、はい、バナナ、今回だから5本だけですね、はい、はい、これバナナ、バナナ、そしてもうこのままいきますけど、はい、2つ目、2つ目、おお、アッポーペン、うわー、その片割れね、はい、パイナッポーの方ね、パイナッポーの方です、あ、いや、アッポーペンはアップルとペンやから、あー、あ、そうか、じゃあ俺が食べてるやつか、いや、アッポーペンはないよ作ったやつはね、あの人が、はい、すいません、ちょっとパッションなボケでしたけど、はい、そうです、ね、はい、これね、パイナップル、はい、まあちょっとちっちゃめのパイナップル、いいね、かわいいパイナップル、はい、で、3つ目こちら、はいはいはい、リンゴ、リンゴですね、ちっちゃいリンゴ、はい、そうだね、ちょっとちっちゃい、ちょっと小ぶりな、これが、はい、これも箱買いしてるんですけど、はい、まあ、これだから5個ぐらいにしとこうかな、とりあえず、はいはいはい、このリンゴ5個ぐらい、ああ、いいね、まあなんかこういう感じの、うん、はい、なんか平岡さんも出てきてるんですけど、いや、俺のこと小ぶだと思うなやばっ裏でそう言ってるもしかして、すいません表で言わんといてよマジ、そう、これとか、はい、これというか、このリンゴ、はい、とりあえず5個、5個、これなんていうんですか、型落ちみたいなやつ、はいはい、B 品みたいなリンゴが5つ、うん、そうですね、そして、はい、せっかくだし、もうこの流れでバババッとやっていきたいなっていう、はい、今は3つね、今3つ、バナナ、パイナップル、はい、で、リンゴ、はい、はい、おぉ、トウモロコシ、モロコシ、はい、いいね、ちゃんとまだめくられてない状態のトウモロコシですね、新鮮なトウモロコシ、これがまあ何本かあるんでけど、まあ、全部ある程度一緒ぐらいにしたいんで、うん、まあ、2本ぐらいかな、そうですね、はい、総量的な感じで言うとな、はい、これがトウモロコシが4つ目、4つ目、そしていろいろ考えたんですけど、うん、まあスーパーに行って、はい、これあったんでこれもと思って、なるほど、5つ目、5つ目、はい、おお、ドラゴンフルーツあったんや、スーパーに、はい、置いてた、そう、置いてたんですよ、出ました、ドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツ、これ1個です、はい、1つで、はい、で、6個目、はい、お、まだあるね、まだありますよ、はい、
お、サトウキビ。サトウキビ。はい。わあ、強そうやな、なんかこいつ。これやっぱなんかイメージありますよね。樹液っぽい感じというか、うん。もう初めてなんで、僕も食べたいと思います。うん、食べたことないよ。ないです、ないです。なかなか確かにな。そう。機会ないもんね。なかったんで。僕は何回かありますけど。マジですか、どうですか。いやまあ、よかったよ、あの頃は。どう、何があったんですか。時代の話してるじゃないですか、味じゃなくて。あの頃はよかったな。ああ、でもあったんですね、小さい頃、ね。そうですね、小学校の時はね、はい。うん。とりあえずこれ。はい。はい、で、7個目。次7個目です、ね、7個目ですかね。はい、7個目です。7個目、はい、こちら。ほう、昆虫ゼリー。昆虫ゼリー、はい。これまあドリンク式のゼリー、 DDA のやつなんですけど。そういうのあるね、はい。これをゼリーにしたやつです。巨大ゼリーって感じです。ほう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 、はい、なるほど。はい、ゼリーも出しましょうか、今せっかく。そうですね、どんなの、はい、気になりますよ。はい、ゼリーがこちら。はい、はい、こちらです。出ました。おお、すごい。なんかこれ、はい、自家製？自家製です。すごい、ね、ゼラチン混ぜて、これ5本分かな、だから2リットル分ぐらいかなって感じです。はいはいはい、はい、すごいね、プルプルの、プルプルの。そしてラスト。はい、まだありました。次だから9個目、うん、9個目、8つか9個目です。はいはい、こちら。はい、はい、こちらです。何これ。まあこれもゼリーにしたんですけど、ドリンクを。え、ウーロン茶。あー、いい線いきますね。ウーロン茶みたいな色してますからね、はい、これが、はい、はい、こちら、ユンケルロイヤル。ユンケルロイヤル。はい、うわー、効果やった。めちゃくちゃいいやつ。効果でした。はい、すごい。これ、5本分かな。お、まあゼラチンでね、固めて、はい、エネルギッシュなヘラクレスになりそう。そう、これね、なんか、うん、昔から、はい、ユンケルが、なんか寿命が来そうな、弱った子に舐めさせるといいみたいな、あったりするんで、僕やったことないんですけど、うん、だからまあこれを機にちょっとやってみようかなっていうので、はい、一応これもゼリーにしました。ちょっとちっちゃいんですけど。いや、でもすごいね。そうですね、だから金額で言ったらこれが一番高いです。まあそうなるわな、はい、めちゃくちゃ高い。5本分やもんな。5本分あれだって。でもこれ1000円分ぐらいのやつです。そう、1本1000円1000円ぐらいのするやつやな。で 30ml しかないんで、で5本、まあまあ5000円、5000円5000円はい、だからまあこんだけあるんで、はい、まあちょっと並べると、はい、ロイヤルユンケル、はい、出ました、はい、1番目からなかなか特殊な、はい、特殊ですね。エバードリンク、はい、昆虫ゼリー、昆虫ゼリー、パイナップル、パイナップル、バナナ、バナナで、リンゴ、リンゴ、トウモロコシ、はい、モロコシで、ドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツ、これ未知数、これ未知数ですね。で、ラストがサトウキビと、サトウキビいう感じで、1,2,3,4,5,6,7,8,8 です、ね、8個。すごい、はい、これでちょっとやってみようと思うんで、はい、これをちょっとじゃあ準備していきましょうか。いや、行きましょうよ、はい、いや、まず予想タイムよ。まあそうですね、まずは予想タイム、まずは予想ですね。どうだ、でも単純に、まあ、量が多い、これ、まあね、まあ、面積多いんですぐ気づくかなとは思うんですけど、あとやっぱ実績もあるしね、はい、昆虫ゼリー、安定感のある昆虫ゼリー、はい、でもやっぱサトウキビに来たらテンション上がるかな、なんか一番自然感とか。うん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 、未知なのかな、ドラゴンフルーツ。そうっすね、で他のはなんとなくイメージつくけど、うん、はい、でもちょっとユンケルは今までバナナすごい食ってるから、バナナの匂いを覚えててというか。あー、確かにな、バナナには来るかな、あるのか、バナナに。そうっすね、でも個人的にリンゴ、リンゴに来てくれたら一番楽なんじゃないかなっていう。確かに、ね、もある程度いいし、うん、いいし、はい、まあね、結構手に入りやすくて。そうですね、しかも常温で置いとけるし、うんうんうん、そう、トウモロコシ、匂いがトウモロコシってあんまりない印象なんで。確かに、あんま寄りづらいのかな、はい、だから、あ、ドラゴンフルーツに行ったら、ユンケルが一番だったらどうすんの。ユンケルが一番だったら、うん、記憶からは消します。大変やな、さすがにコストが、はい、この5000円でこのぐらいだ、これ多分2匹の1日分とかじゃないですか。マジできついか、1匹で2日ぐらいで行っちゃうんで、うん、まあ、なるべくユンケルじゃああんま混んでてほしい。まあそうですね。予想していいですか。はい、僕的にマジで、はい、ごめんなさい、はい、昆虫ゼリーです。あ、マジですか、はい、かな。あ、結局それは、はい、やっぱもう安定感というか、もういつも
食べてるっていう、DNA に刻まれてるものがゼリーによれというのがありますかね。まあそうですよね、はい、ちょっと今餌なくて、はい、信じられないぐらい喧嘩してるんで早めにそっちに行きたいんですけど、はい、すいません、うん、はい、でもそうっすね、うん、昆虫ゼリーね、僕はね、まあやっぱ匂いも出るだろうし、うん、まあ昆虫のために作られた餌ですからね。そうそうそう、うん、あ、まあそうか、平岡さんはゼリー、ゼリー取りました、ね、あ、まあそれは分かんなくはないですけど、はい、でもまあ僕が昆虫飼育歴長い、いろんなクワガタカブトムシ見てきた僕の見解言っていいですか、はい、じゃあお願いします、はい、昆虫ゼリーです。いや後ろんかい、別にしようぜここよくないよ。いやでも僕はマジで、うん、まあこれもちろんちょっと加工するんですけど、はいはい、そうなってくると僕パイナップルな気してるんですよ。匂い的な、匂い的な部分で寄ってくるのかなっていう、結局確かにな、はい、まあそうやもんな、発酵させた匂いによるわけですからね、うん、そうですね、やっぱ匂いを気づいてってところがあると思うんで、うん、パイナップルが強い気がします。なんかどうしてもサトウキビとかはちょっと弱いよね、うん、到着しないと気づけないんじゃないかな、うん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 、で、そこで言うと面積もちょっと少ないんで、はい、まあ僕はパイナップルですかね。おお、やっ、うん、変えてくれた、はい、ということで僕が昆虫ゼリー、三森さん、はい、あなたはパイナップル、パイナップルで、視聴者の方々はそれぞれと、はい、予想して、ちょっと予想しながら、はい、はい、見てもらえたらと思いますんで、お願いします。じゃあちょっと加工しましょうか。はい、加工状態になるまで、はい、はい、加工済みました。はーい、すごい、ね、はい、こんな感じ、綺麗、まあこっちからトウモロコシ、はい、サトウキビ、はい、でドラゴンフルーツで、こっち、パ、パイン、パイン、で、リンゴですね。おお、忘れた。いや、ちょっと迷っちゃって、一番リンゴが多分馴染みあると思うけど、こんな感じ。アップルとリンゴどっちで言うか迷っちゃって、さっきはね、はい、アップルだったんですけど、はい、今回はリンゴ、今回はリンゴでいかしてもらいました。はい、はい、これで、でも、ちょっと匂いがいいですか。はい、匂いね。お、トウモロコシ、あ、でもやっぱ匂いはしないですね。匂いでいいですよ、うん、ほんまやね、ほぼ、うん、ほぼ無、あ、サトウキビもしないわ。薄いよね、はい、で、ちょっと僕かじらしてもらったんですけど、はい、ほんと、花の蜜みたいな感じですよ、道端に落ちてる。食い方がね、うん、なんかむずいよ。あ、なんか、繊維に沿って噛むとか、あるらしい。あ、そうなんですね。調べました。あ、調べたんだ、うん、さっき。そう、なんか、で、道端の、うん、なんか僕、帰りとかにある蜂、あ、蜜、蜜あるじゃないですか、はい、花の、はい、ちぎって、後ろ吸ったら、ちょっと甘い蜜あるみたいな、もう今の子供とかあるか分かんないですけど、あったよね。ありましたよね。もう結構、そう、結構吸ってて、うん、そう、それに近いですね。それのちょっと量が多いみたいな感じですね。うん、そうだよね。あの蜜、僕、吸いすぎて多分、その花枯らしたんで。いや、多いよ、普通。植物界の敵やん。ってぐらい、やっぱみんな吸ってたんで。やってたよね。はい。うん、あ、野いちごとかね、はいはい、はい、ありましたよね。どうなんやろ、ほんと今の子って今どうなんすかね。ダメだ、汚いってとかもあるかもしんないですね。なりそうやな。うん、まあ、それ、その感じ、まあそんな感じでした、はい、なんかもっとちゃんとやればもっと蜜みたいなの吸えるのかなと思ったんですけど、うん、でも思ったよりもっと砂糖感あると思ったら、そういうわけではないですね。そうよね、そういうイメージ、うん、僕もそんな感じでしたね。そう、砂糖キビ使った砂糖みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、なんかあのイメージだったんで、うん、あれはやっぱ抽出したやつなんだな。そうよね。でもだからほんのりって感じなのかな。そう、ほんのりの甘みって感じやったな、うん、そうですね。で、はい、このドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツやっぱ匂いする。もう匂いはでもあんましないですね。強くはないよな、うん、まあ、この他2つこれと比べるとまあ、まあ、そうですね。リンゴ果物の中では、まあまあリンゴもいつも通りです、ね、まあそう、はい、あの時とあのまま、わかんないけどね。パインじゃない、やっぱ、まあ、この中で一番、うん、まあ、パインがやっぱ一番匂いは、まあ、バナナですね、あるからあれやけど、うん、バナナと比べてどう。でもやっぱバナナの方が強いですね。まあそうよね、うん、匂いは、匂いは強いわ、うん、まあ、果物系の中で言うとやっぱバナナ。そうですね。で、まあバナナ、いつも通りのバナナ、うん、はい。で、そう考えたら昆虫ゼリー、匂いが強いな。うん、まあまあまあ、こう開け、取り外したらね、うん、うん、まあバナナ、まあバナナ、うん、そうです、わからない方のために、はい、一応バナナです、バナナです。おー、なんか気分悪い人みたいになってる。大丈夫。あ、でも思ったよりは匂いしないか。え、ほんと。はい、あ、確かに一応画角入ってきました。いや、匂い嗅いでる時平岡さんの、そう、はい、俺が嗅いでる時に、はい、一応入ってきました。あ、はい、すごい意識高っ、高いのかな。あ、思ったよりは匂いしない。そうだね、うん、
やばいわ。やばいね。俺さっき書いて。ああ。ユンケル。ユンケルがやっぱすごいね、匂いは。だからこれが好みの匂いなのかですよね。いや、強い。匂いの強さは一番やけど、嫌いな匂い。そうっすね。の可能性もあるからね。成分ない。成分、もうその知らない成分もあるもんな。めちゃくちゃ入ってるもんな。うん。ローヤルゼリーとかね。ローヤルゼリーはなんかすごいいいイメージあるけど。何なんだろうな。まあ、これ。まあいいとは聞くんで、ね、強いね、うん、強いっすね、うん、これちょっと置いていきますか。行きましょう。餌も困ってるんでこいつらも、はい、争いを収めないと、ね、このね、実はだから一旦板を置いてて、はい、ここに並べていこう並べていこうという感じです。なるほど。コバエもすごいっすね。さあ、こうなんとなくね、綺麗に。はい、綺麗にね。一旦ちょっとこっち側に行っててもらおうか、みんな。はい。争いやめていくか。もうすぐだよね。もうすぐよ。いっぱい餌来るから。喧嘩しないで。あっという間にこっちまで来ましたね。一旦こっちにみんな寄せたんですよ。そうですね。最後に寄せたけど、うん、なんかね、餌を探して待ってるのかな。やっぱ動くんですね。餌がないと動くんだなっていうのは。うん、食べてる時はじっとしてるからな。ちっちゃい子とめっちゃ戦って、ちっちゃい子が場所の有利さで勝った。勝った、はい、この子が、はい、この子はね、ちっちゃく見えますけど1番ですね。こいつが1位です。かわいい。これで入れていきましょう。さあ、まずゼリー一旦置きますね。はい、ちょっと場所がね、難しいんですけど。そうだな、奥行きでやるか。あ、でもこの皮も使おうかな。さあ、そこをね、はい、利用してまずじゃあこっちに置きましょう。はい、いきます。うまく出るかな。うんと出ろ。あ、いった感じ。やばい、いってない。おお、なんかかけらが。ああ。ポチンプリンじゃない、これは。一回練習したのにな。練習してたんや。ちょっとゼラチン量が多すぎたのかな。その時もうまくいったわ。ひどい。はい、綺麗に出ました。どこかどこかさあ、まあ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 、一回、こっち繰り出します。はい、かなりの量が残ってますね。ちょっとゼラチンが多かった。ちょっと多かったみたいです。はい、おー、出ました。綺麗に。綺麗ではないけどね。まあ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 、はい、出たらいいから。まあそうですね。はい、ここゼリーゾーンね。はい、ゼリーゾーン。果物たち、はい、どう置いていきましょうか。どう置きましょうか。ゼリーの横、まあ、ここはだから優勝候補であるゼリーの横って結構チャンスではあると思う。まあそうですね、うん、引き寄せてくれる分。はい、まあ、そこはトウモロコシにしようかな。匂いが弱めのトウモロコシ、はい、いいポジションを確保しました。トウモロコシちょっとできるだけ離して、はいはいはい、こんな感じでトウモロコシ、トウモロコシで、うん、サトウキビ。サトウキビね、はい、まあ、やっぱこの内側の方がね、そうですね、しがみやすいと思うんでね、はい、蜜を吸う感じで。そうですね、キャンプファイヤースタイル。おお、キャンプファイヤースタイルね。で、その横、バナナ。バナナ、これも優勝候補ではあります、はい、バナナ、まあ、いつものスタイルで。はい、これがいつものスタイルですね。はい、のちょっといつもと違うスタイルですね。どっちだ。知らないから、いつものスタイル。まあ、来そうだな。まあまあ、来るは来るよね、うん、どれに一番かやからな。あ、そうですね、はい、一応こっちもキャンプファイヤースタイルですね。キャンプ、ほぼキャンですね。ほぼキャンです。はい、よし、これで次が、面積が結構だな、うん、ドラゴンフルーツ。ドラゴンフルーツ、はい、こちら、サトウキビの手前に位置します。まあ、好んでればね、うん、そこにしがみつくけど、好んでなければそうだね、移動するはずなんで、まあ、場所はそんなに関係ないかなと踏んでるんですが、はいはいはい、さあ、お、はい、寄ってきました、ね、お、早速来たぞ。早速来た、二人組が喧嘩ついてめちゃくちゃ満腹な。淡白で来た来た来たと。お、でも感じ取ってるものもあるか。どうだ、
で、ここパイナップルゾーンにしましょうか。はい、広げたエリア、はい、こちらパイナップルゾーンですね。量多いんで、うん、さあ、そこにも皮ごといきます。来ましたよ。お、はい、ちょっと待ってな、さすがに、うん、待ってここ置いちゃうか、じゃあ、うん、お、見てお、早速すぎない？まあ、一番は早速ね、とりあえずとりあえず最初に来たのはドラゴンフルーツ、うん、まあこれはね、数じゃないですか、はい、スピードじゃないですからね、まあ、そうですね、どれだけ人気なのか、5時、後で見た時にどこにいるかっていうところですから、うん、リンゴゾーン、はい、ちょっとスマホ控えて、喧嘩ついでに出会った餌だった、すごいね、リンゴの量だな、量がやっぱ多いから、はい、その分面積は多いんで、ヘラクレスがつく量は最大数はのポテンシャルは高いですよね、やっぱり数をね、はい、数を生かして、さあ、そしてすごい、OK、いいね、さあ、そして未知数が、未知数ってことはこれもちょっと多いんですか、ゼリー、ゼラチン、あ、分量、それでいったってことか、はい、そうですね、さあ、出るか、あ、でも早速こいつは分かってるな、なんか来ること、確かに雷みたいな感じでいきます、じゃあこれがラスト、ユンケル、ちょ、いける、頑張れよ、あ、なんかいけそうじゃない、おお、来たー、よかった、綺麗に、はい、ぐるるるるんと、すごい柔らかそう、いいですね、さあ、匂いはするからね、お、たじろいでるぞ、こいつあ、びっくりしちゃったな、もうどうなるかな、ちょっとこっちが不利ですけどね、まあ、行きづらさはある ね、はい、いや、でも見てるやついるわ、確かに高みから、ほら狙ってますね、みんな狙ってるね、わー、みんな見てるな、すごい、でこここういるか、はいはいはい、さあだから動線、ここを動線にしときたいよな、確かに、行けるように、うん、なんか上側から行けるように、はいはい、一応ね、はい、これで下にあっちルートでも行けますね、そうですね、さあ、で、右ルートとつながった、つながりはしましたね、つながりましたね、はい、まあ、これで左右から奥側にも行けるようになったので、うん、手前奥の振りはちょっと減りました、そうですね、よし、さあ、これであとは、うん、ここら辺の、おー、でもこのちっちゃい子めっちゃ元気強いな、あ、もうちょっと、でも、すごいね、うん、すごいですね、ちょっと危ないから、まあ、あとはこのままにしときましょうか、はいはい、うん、すごいね、すごい、ちょっと様子見ておきたいな、こいつが、あ、下手くそな RPG みたいな、ほんで壁にぶつかりまくってるそれ、その直線ルートじゃいけねえよ、それめっちゃ匂いは引っかかってるってちょっと一回取り出しに戻しとくか、そうやな、あ、やそうに匂いがね、強くて行きたくなっちゃった。じゃあ、あとは、うん、ちょっとね、平岡さんは後日動画でチェックすることになると思うんですけど、はい、ヘラクレスがどの餌に来るかちょっと楽しみにしててもらって、うん、はい、こう並べてみるとな、うん、まあ、リンゴやっぱ結構量あるっていうのもね、強みもあるな、そうですね、トウモロコシはやっぱちょっと弱いんちゃうか、トウモロコシ弱そうだな、うん、まあ、わかんないですけど ね、僕たちが感じない匂いみたいなのもあるかもしれないんでね、小バエがね、うん、どこについてくかで結構、確かにな、最初は小バエがついてくるんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、そろそろね、うん、最初の1匹目でも意外とドラゴンフルーツにしがみつくことなかったですね、そうやったな、ちょっとかじってはいたけどね、うん、違うってなったのかな、おお、すごい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 、勇ましいな、すごいね、おお、おお、うわ、横綱やね、すごいわ、はあ、かっこいいな、相当喧嘩強いやついますよ、多分ここで、うん、確かにな、百戦錬磨の子たち、あ、でもいつの間にか、お、近づいて、
喧嘩してますね。でも喧嘩部屋ですからね。ここは地面だとね、うん、あの木の上とかだと挟み上げて落とすんでいいんですけど、うん、地面で喧嘩するとちょっと怖いんですよね。なるほどな。ずっと喧嘩しちゃうみたいになる。そうだね、はい、もう離れることがないっていうかね。そうなんですよ。てか負けん気強いよな。負けん気めっちゃやっぱ強いですね。逃げへんよな。お喧嘩後おおおパイナップルゾーンに行き着きました。おそして仲良く一緒に食べてね。そうですね、仲直りしてほしいです、ね、仲直りしてほしい。おパイナップルを持ったけどな。おお顔が近いぞ。食うか。あ食わないか。これバナナ強いかもよ。いや確かに匂いがやっぱすごいもんね。バナナ置いただけですぐ食い始めるんで。そうか、それは知ってるもんな。パイナップルとかぶつかっただけじゃ食ってないですからね。食い物だっていう判断になってないのかな。ちょっとずつみんなが向かってきてる感じは。そうよね。あチビもね、本当だ、上から見てますね。おお匂いに釣られてる感じはあるけどな、マチビ。ねえ、どうなんですかね。気づいてほしいな、早く。一番飛べそうな体をしてるけどな。確かに。ちっちゃく、まあ、飛んだりはするはずなんで、こっち飛んだりするんで、うん、きっと、はいはい、来てくれると思うんで、じゃあ、うん、これでしばらく待ちたいと思います、はいはい、じゃあ、外でやろうかな、はい、あ、ちょうどウーバーイーツも来たので。あ、いいね、はい、僕たちもしがみつきに行きましょう。しがみつきに行きましょう、はい、はい、ということで、じゃあこっから行きます。それでは、12時間後はいまで、時たも。あ、また届いちゃった。どないせー、どないせー、ちょい許し、うー、ちょい許し。はい、あれから15時間ほど卵揺らし続けさせてもらったんですけど、カメラマンが手裏剣くんです。いや、具志堅です。具志堅か。で、卵は落としたりしろよ。いやいや揺らさないで。おいおい、うん、まぁ、あ、ちょっとね、ご近所さんが結構騒がしいかもしれないけど。はい、ルンバくん、ね、そう、ルンバくんがちょっと今頑張って働いてもらってる途中で。はい、具志堅は何のこっちゃ分かってないかもしれないけど。全然分かんないっすね。すごい疲れた中でね。今具志堅と夜中の撮影終わりまして、はい、押しに押して、うん、6時予定だったんだけど、はい、8時半ということで、はい、うん、まあまあいい動画ね、まあまあ、うん、いい動画撮れたんで、はい、うん、よかったんですけど、うん、これね、実は平岡さんから引き継ぎみたいな感じなんだけど、カメラマンは、はい、うん、いろんな餌を置いて、うん、12時間後にヘラクレスがどこに来るかみたいな、うん、やつで、実はバナナ、特大昆虫ゼリー、ドラゴンフルーツ、わお、サトウキビ、リンゴ、パイナップル、あとチキン南蛮。みんなわけないだろう。宮崎の人間が一番集まるわ。吸い寄せられる、吸い寄せられるから、うん、さすがにそれは置いてないけど、うん、あとトウモロコシ、おお、そしてユンケルを固めたゼリーという、この8つすげえ、を大プロジェクト、大プロジェクトを置いて、最終的に餌どれが一番こう反応がいいのかなっていうのを見るみたいなのをやってるんですけど、へえ、そう、それがまあ12時間後に見に行きましょうっていう中で、そこからちょっと遅れて15時間後になったって感じ、うん、なるほど。どうなってるかね。だからこっちでの撮影今日はもう何もしなかったんだけど、今日入ってないっすね。そう、入ってない。だから僕も15時間ぶりに入るって感じになるんで、ちょっと早速行きましょうか。ちなみに具志堅はこの8つだとどれだと思う、うん、反応いいというか、今現時点で集まってたりとか餌の様子とかがこう変わってたりするってなると、パイナップルってどうやって置いてるんですか。あ、でも基本はパイナップルとかリンゴとかも、うん、むき出しの、そう、果実が見える状態、あ、皮は剥いでたりとか、サトウキビもだから皮は剥いだり半分に切ったりとかしてる。いやー、サトウキビはなさそうだな。ああ、でもあんのかな。いや、パイナップルかな。あ、パイナップル、やっぱ、あ、俺もパイナップルだった、ちなみに。あ、まあちょっと匂い的にもやっぱ届くかなっていう、うん、で、平岡さんは昆虫ゼリー、うん、ユンケル、あの、普通に昆虫ゼリーも入れてんの、もう大きいバージョンみたいな。あ、でもユンケルもちょっと気になる。そう、ユンケルとかね、まあそれもこの動画で言ってはいるんだけど、うん、なんか弱ったカブトムシに効果的ですって昔から言われてたりはするから、へ、
そう、それで言うと、まあ、反応あったりはするのかなみたいな感じになるんで、だからまあ全部一応クワガタカブトムシが食べてきたと言われるやつって感じ、うん、意外と昆虫でできる前とか野菜とかを与えてたりもしたらしいから、そう、俺も知らなかったんだけど、はいはい、そういった意味ではトウモロコシとかも反応あるとかいう話だから、はいはい、全部一応餌にはなるんだけど、その中でまあ今回の動画で言うとどれに集まってるか、うん、で俺もまあ一応パイナップル、あ、じゃあ変えるか、あ、そうね、せっかくだし、せっかくだしね、で、じゃあユンケル、あ、ユンケルね、うん、あ、ユンケル、あ、いいね、うん、ユンケルで俺がパイナップル、うん、で平岡さんが昆虫ゼリーという感じで、うん、まあどうなってるか、うん、見ていきましょう、はい、急に緊張してきたな、いや、ちょっとドキドキするよね、うん、もうちょっと元気な時にやりたかったよね今日はもう、うん、出し切ってはいますから、ね、出し切ってはいるんですけど、うん、さあちょっと早速入って見てみましょう、はい、あ、分かるぞ、もう移した、ま、もう行っちゃっていいよ、もう行っちゃって、見えそうだな、ちょっとこのまままだ見てないんですけど、うわ匂いすげえ、ちょっとこっちから開けるわ、 こっちこうやるともしかしたらヘラクレスが外出てる時にぶつかっちゃうから、 あでも手前にいる、うん、だから こっちを引くから、もしこっちから来てる、じゃあ行きます、今餌さあどうなってるか、はいはい、うわっ、うわっ、うわっ、おお、すごいすごいすごい、すげえ、あれ果ててる、あと、もう全部真ん中ですか、そう、真ん中に寄せてたんだけど、あ、でも、いつも以上にやっぱ外に出てるね、本当だ、うん、すごいわ、いえ、多分餌が真ん中にありすぎて、もしかしたら餌場で戦い合っちゃったりとかで、うんうん、出てきやすい環境にはなってたかも、ちょっと一旦スリッパの中にザリガニじゃん、もう岩の隙間にいるみたいな、あ、すごい居心地いいんかな、ちょっと一回ちょっとこの子たち気をつけながら、はい、ちょっと見てもらっていい、はい、匂いすげえ、すごいね、ユンケルの匂いが、うん、でもこう見て結構まんべんなくいってる感じはするかな、はいはいはい、うん、トウモロコシもかじってるし、あ、ほら、ただね、だしこれドラゴンフルーツも、あ、これリンゴかじ、あ、リンゴに今くっついてるって感じだね、うんうん、でパイナップルはもう一匹完全占領、うんうん、こばれがすごい、でこいつはどうだ、こいつもでもサトウキビしがんでる感じだね、はいはいはい、これちなみにこう綺麗に置いてたんだけどもうバラッバラだね、そうなんだ、うん、だからここで餌の奪い合いとかしたかも、うん、あとはユンケルと昆虫ゼリーが、はい、ボロボロ、なんか跡形もない、跡形もない、あ、あのなんか白いやつか、なんか動き回ってもうぐっちゃぐちゃになって垂れて流れてった感じかな、うん、だからこれねちょっと判断むずいけど、でもなくなってるから、はいはい、昆虫ゼリーとユンケルここにあったんだけど、はいはい、あ、そんなところにあったんですか、うん、食ったのかな、一応この下舐めてる感じは昆虫ゼリー舐めてるから、うんうん、舐めてる数でいうと昆虫ゼリーがやっぱ多いね、おお、ルンバくん、こいつも餌食べに来たんだな珍しいボタン押しちゃったのかな、どっか、いや、多分ちょっとずれたんだと思う、あ、定位置から俺らの会話が面白すぎてそうで、圧倒的にちゃんとかじりついてる、やっぱパイナップル、なんかこれちょっと正直どれって言い難いけど、はい、言い難い感じになったな、だからこんなバラバラになってなかったんだ、うん、そう、予想以上だったね、でも全部まあ餌として反応してるけど、やっぱ集まってる箇所、落ち着いてる箇所で言うとやっぱゼリーが一番かな、おー、うん、って感じかな、そう、まあタイミングにもよるけど、もともとは他のやつも食ってたかもしれないけど、はいはいはい、今回で言うと昆虫ゼリーって感じになったかな、おー、うん、だからこの検証をやるんだったらまたもし第2回やるとしたら、うん、タイムラプスとか設置できたらいいね、ああ、はいはいはい、途中とかもどうなってるのか気になるから、うんうんうん、でも途中ね平岡さんと最初1匹結局動画回してない状態になったけど、最初どこに落ち着くかってなった時に見てたらドラゴンフルーツで落ち着いてた子いたから、うん、ドラゴンフルーツも食ってたんだろうなとは思うんだけど、はいはいはい、
だ全部餌としてはすごい機能してるけど、うん、結果的に今多いのは昆虫ゼリーかなって感じでしたね。おー、はい、かー、うん、すごいことになりました。すげえな、うん、そう、でもサトウキビもしっかりしがんでたりしたから意外だな。ね、でもやっぱサトウキビもしっかり餌になるんだっていう、ちょっとね、購入するのが大変だけど、でも餌としてはすごいなんか持ちも良さそうだし、日持ちというか、ありっちゃありだね。という結果になりました。はい、はい、結果的に、まあ、全部の餌がぐっちゃぐちゃになって、まあ、この結果だけ見ると昆虫ゼリーとユンケルは跡形もなく消えたって感じですね。そう、だからユンケルがどんな感じで消えたのかね、単純に量も少なかったから、でも消えたってことは、まあそこを通ったりすごい反応はしてたってはずだから、そこで言うと、もしかしたらだからそこで言うと一番最初にすごい集まってきた可能性もなくはないかな。ちょっとまあ予想みたいになったけど、でもこんだけいろんな種類の餌あったら全部に行くんだね。トウモロコシもしっかり食ってるしね、マジでこいつとか。はいはい、一匹ですね、うん、もう全然新たな発見でした。はい、で、ちょっとここにこういう感じで置いてると多分餌場みんなが行き渡れないんで、ちょっとバラバラにします。はい、だからこいつらもここに来てるだろうし、争いもすごいから。確かになんか木も増えてますね。あ、そう、これ一回ここのやつ取り出したの。あー、なるほど。餌を置けるように。で、一つ分かったのは、こっちとこっちに全カブトムシを一回離したの、はい、ここに餌を置くから、はい、フラットな状態にしたいから、言ったら全員真ん中来たって感じだね、ほぼ。ほとんど。だから餌は餌に反応してなのか、餌を求めてみんな真ん中に来て、結果多分こう争いで逃げた子たちとか負けた子たちがここに出てきちゃってとか、で餌をこう食べることができた子たちとか、っていう感じになったかな。お腹空いてる子はみんなこっちに来た印象はあるね。だから匂いとかは感じてたのかな、っていうふうには思いました。はい、均等にした方がいいですよね。そうね、均等に。サトウキビはちょっと枝としても使えそうだから、いいね。餌としても、枝としても。そう、バナナがさ、はい、どうしても劣化が早い。だからなんか第二のバナナを探せたらっていうのもあったんだけど、ドラゴンフルーツ久しぶりに見たな。いや、そう、俺も昨日スーパーで見かけて、で、買った。俺も久しぶりに見たから。沖縄も結構ある、やっぱ。ありますね。そう、宮崎もちょくちょくあったから、やっぱ南国の食べ物だもんね。いや、バナナが一番起きやすさはあるかもな。いろんなかけたりとかもできるし。基本時間置きかも。すごい舐めてた。すごいね、サトウキビがいっぱいあれば結構サトウキビは有力かも。ちょっと割るとかが大変だったりしたけど。いや、そうでしょうね。そう、硬かった。俺初めて食べたんだけど。はいはいはい。なんか小学生の頃花の蜜とか舐めたりするみたいな、その時のその感じの味に似てたな。懐かしい蜜の味。はいはいはい。次やるとき、そのタイムラプスもそうだけどさ、次はなんか1個大きめにとかで反応どんぐらいいいかとか、そういう感じにしてみた方がいいかもな。結構このトウモロコシもかじってる跡はすごい見られる。本当だ。うん、持ちはいいかもな、餌の餌としての量というか。奥、やっぱ俺らが分かんない場所に結構いたりするから、結構ここら辺は多めに。でもそう、木の方にいないっすね、やっぱり。そうそうそう、だからやっぱり餌がない、餌は求めてたのは間違いない。
これはすごいね。やっぱ匂いとかは、匂いとかはやっぱ感じたりはしてるんだろうなとは思うかな。うんうんうん。あ、あと処理が結構大変な動画でした。まさかでもこんなに餌の候補が多いとは僕も思わなかった。そう、でも意外とこう野菜、さつまいもとかを昔あげてる人とかもいたらしい。へえ。でもまあゼリーが出てからやっぱゼリーが一番保管も楽だし、うんうん、っていうのでやっぱゼリーが爆発的に餌としての認識が広がったって感じなのかな。あ、でもやっぱバナナはすごいね。バナナで、あ、すごい、すごい匂い、ユンケルの匂いがすごい。あ、でも昆虫ゼリーマジで結構みんなで食ったかもな。結構液が漏れてるかと思ったけどそんなこともないね、あんまり。最後じゃあこれを戻しましょうか。はい、これは別動画外でいいのか。戻しは動画外でやりますか、うん、はい、戻しは動画外でやって、はい、またちょっと検証とかやることもあるかもしれないし、今後またバナナに代わる餌みたいなのを探したい部分もあるんで、うんうん、ちょっと定期的に、まあ、ちょっと1回目でいろいろ入れて、結果やっぱ餌にすごい反応してるのは分かったけど、うんうん、途中どういう状況かとかもうちょっとやっぱ見た方が良かったなっていう、ヘラクレスの食欲とか行動力パワーをちょっと舐めてた部分もあったんで、うんうんうん、またちょっと改めてどっかでチャレンジしてみたいですね。はい、はい、なんで、この果物やってみてくださいとか逆にあったらコメントよかったら待ってますんで、うん、よろしくお願いします。はい、はい、まあ、一番は昆虫ゼリーっぽいかなって感じ、見た感じは。うんうんうん、で他は結構同じような感じで、うん、トウモロコシだから減ってる雰囲気の感じだと、減ってる感じの雰囲気だけで言うと昆虫ゼリーと、ユンケルが圧倒的になくなってたっていうのはあるけど、うんうん、そう、どういうなくなり方かは置いといて、うんうん、で、あとは結構僅差かもな。まあ、単純にあんまりこう減りのスピードが速くないやつだったから、うん、トウモロコシとかパイナップルとか、はいはい、リンゴとか、うん、でもリンゴは思ったより反応なさそうかなって感じ。あー、でもそんな感じしましたね、うん、はしたかな、うんうんうん、そうね。で、ドラゴンフルーツも、まあ、反応はありそう。今も置いた状態だけど食べてくれてるし、サトウキビもすごい舐めてくれてはいるから反応はしてそうだから、バナナより一本の餅はいいかもね、うんうん、っていう感じにはなりました、うん、はい、まあ、結果的には、昆虫ゼリーなくなってるのがすごいかなっていうのを思うんで、まあ、ちょっとまた改めて、うんうん、なんかしらやろうとは思うんで、はい、引き続きちょっと気にかけてもらえたらと思います、はいはい、そんな感じで今回のが以上になるんですけど、具志堅的にはどうでした？いやー、でもワクワクする企画で、このケージならではのまあね企画だったなと思いますし、やっぱ最初から具志堅とね、うん、構想ねってこの動画やったけど、いや最初平岡さんだろこの動画。そうか、うん、そうだから中継ぎも中継ぎなんだよ突然すぎてあれだったかもしれないけど、いやでも、うん、餌とか匂いに、うん、まずはそれなんですね、やっぱり。で、ここでバーって真ん中に集まって、確かにここの手前の側に来てる数が、うん、明らかに多かったんで、うん、まずはもう餌の確保っていうあたりは、うん、やっぱ野生を感じるというか、確かにやっぱ生きていくための本能なのかもね、うん、そう、寄っていくのは確かにそうなんだなっていうのは改めて知りましたね、うんうん、あ、よかったわ、うんうんうん、そう、だから次はね、なんか具志堅とも最初からやれたらいいなと思うんで、うんうんうん、なんか具志堅もなんか興味あるやつあったら教えてよ。ああ、うん、いや、チキン南蛮だ、ね、いや、やめろって、宮崎県民みんな来るわ本当に 甘辛いし、うん、住所バレと一緒だから、チキン南蛮送って本当にそこに俺がいるっていうのバレちゃうから。あー、なるほどね、うん、殺到しちゃうから、殺到しちゃうから、宮崎県民が、うんうん、あ、お前んちだったんだってなる感じ逆に、うん、匂いにつられて、匂いにつられて、確かにね、鶏肉とかはどうなのかとかも気になるよね、そうなってくるとね。あー、いやー、いや、さすがに無理なのかな、わかんないけど、うんうん、だからそこら辺もちょっと、ぜひコメントで
教えてもらえたら嬉しいです、はい、これ意外とこういうの食べるらしいですよとか、コメントをいただけたら嬉しいのでコメントもお待ちしてます。はい、はい、そんな感じで今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。